ウィロード第13節1戦目福岡ソフトバンクホークス対この場面打席にはロペスが入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが得点圏には先制のランナーを置いています。初球打ち金子が掴んで2アウトセカンドランナー飛び出している。バッターボックスは8番この先先ほどの打席はセンターフライに倒れています。2アウトになっています。3アウトチェンジ。2番バッター源田今日はまだ当たりがありません。2アウトランナーありません。さあ勝利まであと1アウトとなりました。まあそうですね最後きっちり締めた変化球空振り試合終了。今日は見事な完封で白星。